カメラの方見て。せーの。ちょっと。よし、こっちこっちこっち。こっちこっち。です。今日はですね、長男が12時までだったんですよね、幼稚園が。なので、まあ、外でご飯食べようってことで今いつもの公園に来てます。今日は午前中動ける時間がめっちゃ短かったんですけど、とりあえずねコストコパトロール行ってきまして、で、まあ、新商品見つけてきましたんで、その商品紹介します。はい、今回紹介する商品はこちらですね、ローストビーフハイローラー、デリの新商品です。ハイローラーはねデリの定番商品なんですけれども、おそらくねクリスマス仕様になったものと思われます。普通のハイローラーは鶏胸肉が入ってるんですけれども、こちらはですねローストビーフになっております。なんかこんな感じです。ローストビーフメインで、レタス、トマト、チーズで、マヨネーズとマスタードが中に入っております。普通のハイローラーがいくらかちょっと忘れたんですけれども、これ1パッケージで1398円、全部でね14個入ってるんで、まあ、1つあたり100円切るぐらいの価格になっております。
ほい。それではいただきます。うまい。ハイローラ久しぶりに食べたんですけど、これはね、美味しい。食べない？普通のハイローラーがいくらか忘れたんですけど、このローストビーフのやつはこれ一つあたりね、100円弱ですね。薄切りのローストビーフが結構入ってるんですけど、パッと見のこの大きさからするとちょっと高いなっていう感じは否めないですね。でもね、美味しい。まあレタスとトマトだけなんですけど、生野菜が一緒になってるんでかなりあっさり食べれます。寝たっていいよ。はい、ということで今回はローストビーフハイローラーの紹介だったんですけれども、感想をまとめますと、普通のハイローラーに比べると肉がね、牛肉ローストビーフになってるということで、まあリッチな感じはしました。で、まあ、味付けなんですけれども、シンプルなマヨネーズとマスタードの感じですね。あとは生野菜もねしっかり入ってますんで、サラダ代わりもいいんじゃないかなと思います。ただね、ローストビーフの入り具合っていうのは個体差があるみたいで、これなんかねすごく大きいんですけど、これに関してはね、トマトとレタス、ローストビーフはね薄いのが2枚ぐらいしか入ってないです。だいたいね肉の量とかは同じなんですけど、これなんかはあからさまにちょっと割合が違うんで、もしね食べる機会があればちゃんと選んで、ね、食べてください。やっぱね肉がたくさん入ってる方が美味しいです。はい。でこれ一昨日行った時にはなかったんで、昨日か今日登場したばかりのものになると思います。ローストビーフということなんで、これもねクリスマス向けの新商品だと思いますんで、クリスマス期間中は買えると思いますんで、普通のハイローラーに比べるとやや割高感はありますけど、期間限定ということで、もし気になった方はぜひお試しください。ということで現場からは以上です。Shaken but not stirred. Just a lesson that I've learned. And so it goes. Tables turn. And on your own. Let us think about the way we used to be. Let us think about the things you took from me. I know that I am so.手繋いで、せーの、ジャンプ。